18歳女です最近家飲みのお泊まりの時友達とコスプレエッチをしてしまったのですがこれからどう接していいか不安です本当悩んでいます訪ねてください私は処女ですが全く抵抗がなかったことも怖いです相手が自分をどう思ってるかを気になりますお互い同じです中堅店のキャバ嬢ですレズビアンではないと思いますまあ別にノリで面白そうだからやったっていうのとあとコスプレをしていてそのまあ あのかたその見た目だったりその衣装だったりとかを変えることで本来の自分ではないっていうことで本来の自分ではやらないようなことをやってしまうっていうのがあのコメントで「友達派」ってなったんですけどこれ友達女性ってことだと思いますけどなのでその要はあの、まあ、仮面武道会みたいなのが昔あったんですけど要は仮面をつけることで本自分のも々のそのあの 社会的な顔つきやりたいこととかではなく別のそのペルソナって仮面をかぶることで別の人格でその立ち振り舞いをするみたいのがあってなんでそのコスプレ好きの人ってその単純にその不幸を変えるっていうんじゃなくて見た目と不幸を変えることで別の性格別の立ち振る舞いをしても許されるんじゃないかっていうことで本来抑えている自分のそのやりたいことみたいなのを前面に出してしまうっていうのがあったりするんですよね。 っていうのをお互いにやってみて、そんなにあの、が乗り気で面白かったってことなので、単純にその毛があったってことだと思うんですよね。なので別にあの、その毛があったっていうことで、そっち側も試してみればいいんじゃないかなと思いまさい。別にその、あの、キャバ嬢で勤めてるってことは多分見た目もそれなりにいいと思うんですけど、見た目がいいにもかかわらず彼女がいないっていうこと、あ、彼氏がいないっていうことは、多分男性そんなに好きじゃないっていことだと思うので、なので別、その、今までその気づいてなかっただけで、実は女性の方が好きっていうタイプかもしれないので、 二丁目とかに行ってそこら辺相談してみるといいんじゃないですか